防衛力の強化に伴う防衛費増額の財源を確保するための特別措置法案が衆議院本会議で与党の賛成多数で可決され参議院に送られました今回の法案では国有財産の売却など税金以外の収入を積み立てる防衛力強化資金を新設し複数年度にわたって防衛費に充てる方針を定めています政府はこれに加え 今後の歳出改革や増税などでで財源を賄う方針ですこれに対し、立憲民主党などの野党は、政府の増税方針を批判するとともに、財源が実質的に赤字国債で賄われることになると訴えていて、採決では法案に反対しました。